長野みやびです。よろしくお願いします。はい、今日撮影会ありがとうございました。ありがとう。当日ね、予約してくれた方もいらっしゃったり、とても嬉しかったです。ありがとうございました。次の撮影会は10月の14日になります。1部から4部全部空いてます。小撮です。ぜひ来てくださると嬉しいです。5部だけ埋まってます。結構寂しいので来てくれると嬉しいなって思います。よろしくね。で、その次の撮影会が10月の20日、これは予約開始してないです。で、10月の撮影会は以上となります。あ、ハートありがとう。最近特にさ、肌の治安がすごいいい気がするんだよね。あれしたんですよ。なんかピーリングってやつをして、そう、1週間ちょい前に、そう、それから結構調子いい。お肌ツルツル、ニキビとかも特にできないし、そう、いい感じですね。なんか今声気持ち悪かったな。今日見ててツルツルでした。ありがとう。嬉しいです。こちらこそありがとうございました。いえいえ、こちらこそ。なんか、なんて言おうとしたんだっけな。なんだっけな。忘れちった。まあいっか。多分忘れるぐらいのことなので。かわいい、どうも。なんかさ、今頑張り期間でさ、自分的に毎日毎日さ追い詰めててさ、自分を自分なりにですけどね、なんか心がちょっと疲れてきちゃったなんか普通にさ、ゆったりしたいなって思うんだよね。まあしてると思うんですけど、
か追い込むことに飽きたのかなっていうか、疲れたっていうより、まあまだまだですからね、私なんて。気持ちが張り詰めてる、うん、そんな感じかもしれない。なんか撮影会の時とかはそういうわけじゃないけど、なんだろう、家帰ってくると結構どうってくる。あ、でもなんか今のってなんかあれですね、疲れてるアピールみたいになっちゃった、最悪ね。私他人の疲れてるアピール聞くのも、あの自分が言うのも嫌なんで、すごい最悪なこと言っちゃった。そういうことあるね。チートデイが必要。チートデイ挟んじゃうとね、私ずっとチートデイになっちゃうんですよ。そうだからチートデイはしないの。うん、私も休みの日我に返って不安になることあるし、あるよね、そういう時って。なんかそういう時期っていうか、今日雨だからじゃない、普通に低気圧だからさっていうせいにします。ね、雨は嫌になるよね。私雨好きじゃないから、家帰ったら頭痛してきた。あら、ロキソニンとか飲みなさい。お人形さんみたい。お人形さんだよ。なんかあと嫌なことが結構続いてて、って感じ明日どうだろう、明日天気どうだろうね。晴れたらいいですね。曇りっぽい。うん。まあ曇りならまだまあ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 。うん、なんだっけね。自分もスタジオ着いたら汗だくでしたけど、でもちょっとスタジオ暑かったから、今日ちょっと暑かった気がする。私もジャケット着てたからなんですけどね。
外はちょうどよかった。うん、雨降ってたけど、まあ、45分になったら男女読みます。なんです、本当だ、ありがとう。なんか今日ダメだわ、多分なんかいろいろ考えちゃってさ。そう、なんかネガティブなことばっか考えちゃうんだよね。そう、まあ本当のことなのかもしれないけどね。なのでちょっと辛いので45分で終わります。ごめんね。なんかうまく笑えないわ。まあ演技せいやって話なんですけどね。動画の公開っていつからだっけ？ YouTube ですか？14とかじゃなかったっけ？ん？ 14 は違うか。いつからだっけ？ちょっと待ってね。少々お待ちください。オンラインくじは、10月の6日の、23時59分までです。ごめん、動画ちょっと出てこない。動画の時間だけ言ったら終わりますね。男女を読むね、ちょっと遡ってるのでお待ちください。出てこないね。前半と後半ある。そうそうなんですよ。前編あった。ああ違う、これじゃないんだよ。ん？これじゃないね。そう。から検索すればいけるかな。
出た出た出た、10月11日金曜日、違う、これはオンラインの舞台挨拶のことです。あ、配信出ました、ありました、10月18日金曜日配信スタートです。前編は、10月の18日となっております。はい、よろしくお願いいたします。ということで男女を見ますね。給料日いいじゃん。13位、ヒデさん、12位松山さん、11位赤いグリフォンさん、10位おたまちゃんさん、9位三浦さん、8位小雪さん、7位ユンさん、6位白熊さん、5位菊池さん、4位としさん、3位ちいさん、2位誠、1位高雪でした。ありがとうございます。ありがとうございました。明日ちょっとショールームあるかわからないんですけど、また、あったら X でお伝えするのでよろしくお願いします。明日、うん、まあまたお伝えしますね。よろしくお願いします。それじゃあねー。